あの今ですね、あの、私は上司からラインが来まして。二十年前、横浜五店の時、日つの美術運搬チームに密着したことがありますと。美術品専用の運搬ボックスがやっぱりあって、そういうのでや、っていた。とそりゃそうなの。誰で、わ、誰、誰。高井さんです。高井さん。俺、俺、高井さんから、その、その話、多分三回ぐらい聞いてんだ。 専門のあのー、箱があるんだよ。うんうん、すごい。丁寧にやってるよね。あれな、だから、そう、一つはまあ、仏像とかあるし、やっぱり、あとは高い。あの、モナリザが来た時とかさ。<ー>なんか、ああいう時に、きっとプロジェクト X 的な、なんかをやったんじゃないの、実<ー>は。ちなみに、仏像も箱に入れるんですか。仏像はいろいろみたいだよ。いろんなやり方があるみたいだよ。<ー>いろんな。 物によってはそれで,でかいしさ仏像仏像の,の運搬のノウハウはもうすごいらしいよ。うんであれ確かさ雁光寺さんだからどっかさ自分のお寺の専用の運搬の車持ってるところあるよね。うーん。えー。もうだからそのぐらいのもんだよ。すごい、なんか。 世界に誇れる技術がありそそそうそうそう世界に誇れる技術だけどなかなか難しいよね世界に誇れる日本の技術って言ってるけどさ、まあ、こういうこと言うとまたおられるかもしれないけどさ世界に行くと単にオーバースペックだったりする場合もあるからね。そこまでこれ過剰放送ですよみたいな日本に行かすとすげえ包ん,包んで帰って 来ちゃうよみたいな開けるときに傷つけちゃうよみたいなこがあるかもしれない。俺 <laughs> みたいな短期のやつがうええとね。<laughs> <って> <laughs> あ、包むなって言ったのに <laughs> みたいな時があるじゃん。五郎さん保険には入るんですか。入るよ入る。これがまた今大変なわけじゃないですか。なんなんですか。あの絵の値段が上がっちゃってるから保険が上がっちゃってあ<ー>もうそれでみんな悲鳴じゃないですか。 それがもうだ,だからもう、うん、なかなか日本で西洋海岸の店なんか開きにくくなってきてますよね保険金額が上がっちゃって大変ですよ。それって本国の保険会社ですかもう本国だろうがどこでだろうが、うん、保険かけりゃ別に日本で。 どこだか知らけど東海上 <laughs> だからソポジャパンだか知らないけど<ー>そこでかけたと同じですよ美術専門の保険会社があるわけではないんですねあるのかもしれないあ,ししあるのかもしれないけど、うん